お前の出番だぞ。ブロンクス訛りが出ないように祈るよ。ブルックリンだ、訛らないよ。やり遂げたら俺は引退かな。それじゃやる気が出ませんよ。大丈夫、砲台をしっかり見てろ。そうします。あと5キロ、明かりを消します。頑張れよ。ドゥーカ元帥のために危険を冒したが、それだけの成果はあった。よくやった諸君。抵抗勢力は盛り返し、その数を増やしている。だがレイヴンズロックには切り札がある。奴らはボロディン大統領を国境近くの監獄に閉じ込めている。ロシア政府を再建するためには彼は欠かせない人物だ。ドゥーカ元帥はボロディンをモスクワに移送するために待機している。我々が彼を奪還する。コザック、君の出番だ。君は監獄に侵入し、ボロディンを発見、救出せよ。今回は素早く静かに接近することが条件だ。サブマシンガンがぴったりだ。だが念のためにバックアップにタクティカルスコープ付きのライフルを持っていけ。聞こえます。続けてください。収容キャンプがこの先にある。警備システムを止めるまでは気をつけろ。必要なら攻撃してよいが、警戒されるな。人に見えるところでは殺してはならん。わかりました。頭を下げているんだ。後で会おう。了解。
アンサーは現場に来ました。よくやった。そこから警備システムをハッキングせよ。ドローンを使った方がいい。День война прекратится. Знать, когда ты大統領を厳重警備の中で閉じ込めている。入り口を教える。そのドアはハッキングできない。アクセス管理は警備室だ。警備室へ移動しろ。
обозначает знак кончится. みたいなのがあります。ハッキングは？いえ、が友人に開けてもらえるかもしれません。気をつけろ、まるで綱渡りしているようだ。了解。Спокойно, парень. Сейчас мы просто прогуляемся. Ты ведь неплохой парень. Ты просто выполняешь приказы. Не хочется убивать себя за это. Завтра утром проснешься и поймешь, что поступил правильно. Что тебя сюда сослал? Да не знаю, будь что мне добрый человек. Спросил, кого ты хочешь. Кого хочу? Ра, бесных, дочка моего командира. Ну-ну, надеюсь, отдыхай. Нет, никакая баба стоит во, чтобы здесь торчаться. します。了解、呼び込んでいる。解読まで少しかかるな。諸君の脱出には手厚い支援をつける。こちらがハッキングしている間に誘導ビーコンを作動させてくれ。警報システムをハッキングしてキャンプと監獄を分断した。事を起こすならいつでもいいぞ。攻撃許可了解しました。
один прекрасный день война прекратится. Знать, когда ты там. Oh!
ハンターです。誘導ビーコンを作動しました。了解、ハンター。指令した。厳重警備エリアの暗号を解読した。その道を戻れ。扉を開ける。ボタンフィニッシュ。オーバーロード、ハンターです。これから戻ります。了解。こちらからその低層階が見えない。大統領は自分で探してくれ。見つけるのは簡単です。むしろ脱出させる方が心配だ。大統領は元軍人だ。監獄から出れば自分の面倒くらい自分で見られるだろう。アメリカ人に助けられるのはどんな気持ちでしょう。自分で聞いてみろ。ああ、そうですね。成功を祈る。了解。数分で戻ります。Thank you.
統領を見つけるにはクローラードローンが一番だな。Постойте, господин президент. Я вас держу. Что происходит? Кто вы? Вы ранены? Можете идти? Я в порядке. Держитесь рядом со мной. Ваши люди ждут.上がっています。了解。支援部隊が攻撃を開始する。派手に行くぞ。ターゲットを集中させてください。
ここまで来ながら死体袋に入るのはごめんだ。集合地点へ行くことだけを考えろ。あとは心配するな。上で会いましょう。了解。Сколько у вас людей? Все мои люди на этом лифте, господин президент. Их слишком много. Нам не справиться. Я слыхал, вам доводилось уделить белого медведя. На самом деле это был медвежонок. Все будет нормально. У нас есть друзья. Осторожнее. Не волнуйтесь, это мои друзья. По крайней мере, я почти в этом уверен. Я с вами. Вы как-то идут. 到着するまで待機しろ。